東京オリンピック五輪の BMX フリースタイル女子決勝が1日行われ、日本からは大池港港イコール24が出場した。テレビ中継ではプロライダー、手使河原大地氏が解説を務め、ビタ着、ゲシルなどの独特な専門用語や、オーマイガーなどの大興奮ワードがネット上で話題になった。大池のライディングでは、頑張れ港とエールを送った。 笑顔で乗り終えた大池を見て、勅使河原氏は楽しそうに乗っていたので、そこが BMX の良さです、と嬉しそうだった。実況の日本テレビの中野健吾アナウンサーとのコンビネーションもバッチリで、勅使河原氏が、美滝綺麗ですね、と言うと、中野アナが、美滝というのはタイヤがしっかり地面につくことです。 ほか、シガワラ氏ががっつり、下しってしまいましたね、と言うと中の穴がリアタイヤがエッジの部分にかかってしまいました、と言うなど、分かりやすく説明を加えた。米国のハナ・ロバーツが1本メダカ得点を出すと、シガワラ氏は、オーマイガー。すげえですよ、ノーリミットです、と大興奮。2本目でイギリスのシャーロット・ワーシントンがさらに高得点を出すと、オーマイガー。This is BMX。勅使河氏は、 転倒した選手へは、ナイスファイトでしたと称えたるなど、ポジティブな言葉が並んだ解説だった。